中華統一。現在、秦国は中華統一を目標に掲げています。中華統一達成には立ちはだかる6つの国を滅ぼさなければいけません。6つの大国を滅ぼし中華統一を成し遂げたのは史実上でも秦の始皇帝が中国史上初めてです。しかしキングダムを読んでいる方ならお気づきかもしれませんが、秦は現在6つの国のうち1つの国も滅ぼすことができていません。今回は秦が滅ぼさなければいけない6国、魏、趙、蘇、燕、韓、蔡、これらの国の強さをランキング形式で見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。第6位、韓。作中での王は王安王です。また韓は6国の中でも一番領土が狭く軍も弱いです。作中の李牧の発言では戦国七雄の時代であるといい、それぞれの国力に差があり、中でも唯一魏に分類されるのが韓であるとしています。ちなみに秦国は7カ国の中で上に位置しているとされています。ではなぜ韓よりも圧倒的に強いとされている秦は韓をすぐに攻め落とさないのでしょうか。それは魏と趙の存在です。地理的に韓は秦が中華全土に攻め込もうとした場合に絶対に攻め落とさなければいけない存在となっているため、韓が攻め込まれた場合には後ろについている魏と趙が必ず大量の援軍を出すことになるでしょう。このように韓は弱小国ではあるものの、立地の重要性や外交によって生き延びてきた国です。しかし秦が領土を増やしていけばいくほど立地の効果は薄れ、すぐに攻め込まれてしまうことになるでしょう。ちなみに韓には合従軍戦で登場した青海という大将軍がいました。青海は当時まだ一般的ではなかった毒兵器に関して、その研究において魏の呉鳳明がかなわぬと感じ、その道を諦めたほどのスペシャリスト。古今東西さまざまな生物、植物、鉱物をかき集めて日夜研究を重ね、独自の猛毒兵器を作り出していました。配下には同じく毒に体を侵された毒兵器部隊を持ち、韓国韓の戦いでは毒兵器によって趙と右本陣を弱体化。しかし韓騎趙と右軍の奇襲を受け趙騰に撃たれ死亡しました。第5位、清。清は秦国から見ると趙、蘇、魏、韓の後ろに位置する国で、東の大国と言われています。過去に秦国と同じように燕国の将軍楽器によって企てられた合従軍の侵攻を受けたことがあり、一時は領地のほとんどが奪われてしまいました。なんとか即牧場を守り、清国は巻き返しを図ります。そして領地を取り戻すことに成功しますが、合従軍の侵攻によって以前より衰えてしまった清国は王権王の即位以降、各国の戦には一切干渉することなく傍観する姿勢をとっていたと記されています。史実における戦に干渉しない傍観する姿勢はキングダムで描かれた精神同盟に通ずる部分があると言えます。清国の武将はほとんどキングダムに登場しておらず、まだまだ謎の多い国ですが、合従軍からの離脱、行攻めの際の兵糧問題など現状は王権王の判断によって国が保たれている現状がうかがえます。優秀な王の存在に未だ出てきていない武将を考慮すれば、韓よりも強いことは間違いないでしょう。第4位、燕。燕国は中華7国の中で趙と西の間に挟まれ、北は山岳地帯で囲まれています。王都は渓と呼ばれる場所になります。キングダムの時代より前の紀元前284年に当時力をつけていた西を攻略するために、燕の楽器を中心に秦、趙、魏、韓の5カ国で連合軍を作り、楽器が先頭となり西に攻撃を仕掛け、見事撃破することに成功します。ただその後に再び西からの攻撃を受け、領土を大きく取られ、楽器をはじめ主要な武将も他国に引き抜かれてしまいます。このような変遷を経て今のキングダムにおける燕は存在していますが、その存在は多くは描かれておらず、謎が多い国となります。また燕は趙との国境付近に中山という山岳民族の国があり、そのせいで情報網は遮断されていたとも言われています。燕国の武将を見てみましょう。代表的なのは楽器将軍です。楽器将軍は先ほど触れた燕を生から救った軍神とも呼ばれる人物です。戦国中期の時代、東中華の大将軍といえば誰もが声を揃えて楽器というように、楽器の名前は生を打ったことで世に広まりました。亡国寸前まで行っていた燕を復興させ、
清、朝、魏、漢を加えた5カ国を束ねる統率力と、その戦略と武力で大国だった西への逆襲を果たしました。その戦いぶりに、後世の偉人である諸葛孔明や高祖劉邦をもってして軍神と言わしめたほどであり、趙国三大天や秦六将がいたにもかかわらず中華の均衡が保たれたのは、東に楽器がいたからであると作中ではかなり強敵となること間違いないでしょう。第3位、魏。秦が中華統一のための重要地としているのが魏です。そのためキングダムでは蛇漢平原の戦い、函谷関の戦い、山陽の戦い、著雍の戦い、重湖の戦いと魏が関連する戦いが多く描かれています。秦の秦軍としての第一歩も魏との戦いでした。作中時点での王は桂敏王で、首都は大梁です。秦の東に位置する国で、関と並び中華の中央部に位置していることから、天下統一を狙う秦にとって中原進出の足がかりとなる要地であり、作中でもたびたび各地の攻防戦が描かれています。国土が小さいこともあって軍事力は秦に劣っているものの、四方を敵に囲まれながら数百年戦に明け暮れているため、全軍が戦い慣れしており、兵は粘り強く屈強、中華最強と自負する装甲戦車隊による原野戦や、呉鳳明の発明する規格外の兵器による攻城戦も得意としている強国です。魏の戦力についてはキングダムではかなり解明されており、代表的な武将としては呉鳳明です。呉鳳明は魏軍の第一将で、新たな魏火龍でもある魏軍筆頭の大将軍、父呉慶譲りの優れた軍才を誇る智将であり、工場兵器などの開発も手掛ける発明家でもあります。合将軍では魏軍総大将を務め、焦土車隊や器用大青乱車を駆使しながら函谷関を追い込みました。著雍では秦に討ち取られる危機に瀕しましたが、師である霊王を犠牲にして生き残るというしたたかさを発揮、秦軍と協力した重湖攻めでも冷静で的確な指揮と器用大青乱車での攻城という呉鳳明らしい戦いを見せています。秦にとって魏の最大の脅威は間違いなくこの呉鳳明、手のひらを合わせて突き出しすりつぶすというのが呉鳳明のお決まりです。現在3年間の同盟関係を築いていますが、目下の敵趙を倒せばおのずと秦の標的は再び魏に変わることになるでしょう。史実では王本が魏攻略の攻め手となるようですが、果たして呉鳳明率いるキングダムの魏軍はどのように秦軍の侵攻を迎え撃っていくのか楽しみですね。第2位、趙。趙国の強さは何といっても李牧によるものでしょう。趙国三大天の李牧、最新のキングダムでも秦国と戦っているのが李牧です。李牧は天才的な頭脳の持ち主であり、知力に関しては作中最強と言っても良いのではないのでしょうか。李牧の頭なしでは趙国の未来はありません。史実では李牧が出てきたことにより圧倒的な力を持っていた秦国によって攻め込まれていた趙国が復活を遂げます。さらには王翦、楊端は羌海からの猛攻も返り討ちにしてしまうほどの強さを持っていました。最終的には戦争で李牧を打ち負かすことはできないと悟った秦国は趙国の内部の者に賄賂を渡し、李牧を内側から陥れることとなります。この頃の秦国に戦争での勝ち目がないと悟らせるのはさすが李牧といったところでしょうか。頭脳の李牧に対し、かつての趙国には最強の矛としてあの宝剣がいました。残念ながら秦によって討ち取られてしまいました。これによって趙国の武力はかなり落ちてしまったと言ってもいいでしょう。しかしここで出てくるのが司馬相という人物です。趙国静嘉城城主である司馬相は病弱を理由に李牧からの三大天の要請を断り続けています。ですが静嘉城に燕国ゴルド軍が侵攻した際は驚異的な強さを見せ、2万の軍に対し5千の軍で対応しきってしまうほどでした。オルドに太鼓と評されています。これだけの強さがありながらも静嘉城から動かないのは趙国中枢を嫌っているからとされています。現在も三大天の推薦を断り続けていますが、仮に李牧と共に戦に出るとしたら、李牧に新たな矛が加わり強敵となって立ちはだかることは確実と言えるでしょう。第1位、蘇。最も強い国は蘇です。その理由はあまりにも強く熱すぎる武将たちにあります。まずは華麟です。合将軍戦にて初登場しました。
女性武将であるにもかかわらず、他の武将にも引けを取らない体格が印象的です。春申君曰く戦いの天才と言われています。戦場においての知略は相当のものであり、函谷関の裏に兵を送るという奇策で一時は秦を絶体絶命にまで送るほどでした。そして何といっても注目すべきは孔遠という人物です。現在作中では名前しか出ておらず謎の多い人物ですが、キングダムにおいて最大の敵となると言われている人物です。祖国の宰相である李淵と華林の間で、東の大将軍が以前言っていた中華最大規模を誇る楚軍はまだその力を最大限生かしきれていないと、孔遠かという会話が展開されています。史実における孔遠は戦国末期に祖国を支えた大将軍であるとされています。中華統一を目前にした秦国からの圧力に耐え続け、祖国を支えながら一度は攻め入ってきた秦軍を跳ね返したと記録されています。攻め入る秦国を一度でも跳ね返すことができたのは趙国、李牧と楚国、孔遠だけとされており、その点から考えても実力のある大将軍であるということがわかります。そしてここからは作中で描かれるかはわかりませんが、史実では秦国にて全体の指揮を取っている昌平君が孔遠からの誘いにより祖国の王として君臨し、秦国の前に立ちはだかることとなります。華林に孔遠に昌平君、謎が多い人物もいますが、これだけの天才たちが集まれば楚という国が一番強いというのも納得がいくのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回は秦国の前に立ちはだかる6つの国の強さをランキング形式で紹介していきました。未だにキングダムにおいて秦が国を一つも滅ぼしていないとなると、完結まではまだまだかかると感じますね。それぞれの国の好きな武将などをぜひコメント欄で教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。